これは私がヘルプマークを知るきっかけとなったある日の出来事です。それはいつものように通勤バスに乗っている時のことでした。あれ、もしかしてこの人具合悪いのかな。でも声かけて違ってたら恥ずかしいし、どうしよう。よかったら席に座ってください。よろしいんですか。はい、ありがとうございます。こちらこそ、すぐにそのマークに気がつかなくて申し訳ないです。ご存知だったんですね。助かります。マーク？もしかしてあのカバンについてる赤いやつのこと？一体何のマークなのかしら。あ、さっきのマーク、ヘルプマークって言うんだ。援助が必要な人のためのマークなのね。だからさっき席譲ったんだ。こうしてヘルプマークの存在を知った私は、すぐにネットで調べてみたのです。それから数日後のことでした。あれ、どうかしました？大丈夫ですか？あ、ヘルプマーク。大丈夫ですか？どうかしました？私、これ、わかります。何か聞こえない。あ、聴覚障害なんですね。救急車、救急車呼びます。わかりました、すぐ呼びますね。すいません、救急車お願いします。耳が不自由な方なのでよくわかんないんですけど、お腹を押さえて苦しんでます。場所は、はい、すぐお願いします。救急車今呼びました、すぐ来ますからね。もう大丈夫ですからね、もうすぐ来ますから。その後駆けつけた救急隊員に事情を説明し、その方はすぐに病院へと運ばれていきました。もしあの時ヘルプマークの存在を知らず、どこかへ行ってしまっていたらと思うと、ヘルプマークの大切さを改めて知ることになった、そんな出来事でした。